で、このまあまあのプライバシーというのを、まあしっかり、えー、数理的に定式化してくれたのが、このドークさんという方で、えー、まあ、このさっきのまあまあのプライバシーっていうのは、あの、もうちょっとこのまあまあの部分をイプシロンという形でパラメトライズすることで、イプシロン差分プライバシーということになります。だ実はもうこれだけなんですね。その、否認可能性を保ちつつ、 なおかつ、えー、有用性もある程度保ちつつということを達成するには、この確率の比を、まあ、1に近い、でも1より大きい値で抑えるということしか、まあ、もうやりようがないということを言ってるわけですね。でただし、まあ、これをどうやって実現するのかっていうのは、まあ、いろんなやり方があるということになります。えすみません、ここはちょっと飛ばします。あ飛ばさなくていいかな。 えっと、で、まあ、さっき言いました通り、その、まあまあのプライバシー、つまり差分プライバシーを実現するためには、まあ、応答値にランダムノイズを入れてあげる必要があるわけなんですけど、じゃあ一体どんなクエリにどんなノイズを入れてあげればいいのか、まあ、これが、えーまあ、次に考えることになります。 で、この時に、まあちょっとここから、あのー、少し細かい話になってしまうので、えっと、概要だけご説明したいと思うんですけれども、えー、このクエリ、このクエリにはいろんなクエリがあります。例えば、平均値が欲しい。あるいは、最大値が欲しい。 あるいはカウントが欲しいとかですね。まあ、いろんなクエリがあると思うんですけど、えー、ここではまずこのクエリを抽象化して、まあ、N 次元の入力に対して1次元の出力、連続出力を返すような、えーまあ、抽象的なクエリを考えます。この時に、待、え、機、ー、敏感度という量を考えます。待機敏感度っていうのは、えー、中身のレコードが一つだけ違うデータベース D と D ダッシュを考えます。 で、この一つだけ違うデータベースの組を考えて、その時にクエリ応答値が最大でどの程度変わり得るのかということを、えー、待機的敏感度というふうに定義します。あつまり、データベースの中で一つの値に変化があった時に出力が最大どのぐらい変わり得るのかということを考えるわけです。で、 体的敏感度、まあ、直感的にはですね、えっと、まあ、アベレージとマックスが分かりやすいと思うんですね。アベレージの平均値の体的敏感度っていうのは比較的小さい。一方で、マックスの体的敏感度っていうのは比較的大きいっていうのは直感的に、えー、分かりますかね。えー、例えば、アベレージっていうのは1000人の、まあ、募集団がいてで、その人のそれぞれの平均年収っていうのを考えたとしますね。で えー、千人の平均年収を考えたときに、ある人のへある人を入れ替えたときに、えー、千人、千人の中の誰か一人を別の人に入れ替えたときに、この平均年収というのは最大どのぐらい変わりますかっていうと、まあ、インパクトは、その、まあ、千分の一になるわけですね。平均値なので。で、一方で、えー、マックスの場合ですね。マックスの場合っていうのは、 えーまあ、ちょっと平均最大年収に、最大年収を考えたとしますね。で1000人いて、最大年収が最大どのぐらい変わり得るのかということをまあ考えると、その平均値に比べて、えー、例えば、まあ、日本のまあ平均年収が大体400万円ぐらいだとすると、平均年収でも大体400万円ぐらいになるわけなんですけど、まあ、たまたまその中に、 えー、超お金持ちがいると。孫正義みたいな人がいて、実は年収10億円ですみたいな人が、一人混じるだけで、えー、この最大、最大、最大クエリーの問い合わせ値っていうのは、年収400万円から10億円に跳ね上がるわけですね。で、そうすると、この待機敏感度っていうのも10億になってしまいます。で、この、 敏感度っていうのは最悪ケースを考えるので、アベレージっていうのは、えっと、比較的マイルドな千分の1で抑えられるような、えー、敏感度の変換の仕方としますけど、マックスクエリの場合は1人の人の変更でこう大きく、えー、クエリの音値変わるので、えー、アベレージの体的敏感度は、えー、マックスクエリの体的敏感度よりもだいぶ、えー、小さいということがわかります。これはこのままプライバシーの守りやすさに直結していて、 当然、アベレージクエリの方がプライバシーは守りやすくて、マックスクエリの方がプライバシーは守りにくいということになるわけですね。で、この大気的敏感度を使って、一般的なクエリに対して差分プライバシーを保証することができることが知られています。まあ、もういろんな方法があるんですけど、まあ、非常に標準的なものとして、ラプラスメカニズムというのが知られていて、えー 応答値をラプラス分布から、えー、サンプルしてきた、えー、ランダムな値で、えー、汚してあげるようなメカニズムですね、えー。具体的にはそのラプラスメカニズムの分散に当たるような値、えー、を、えー、決めなきゃいけないわけなんです。別にどのぐらいの分散を持っている分布で、えー、値を汚してあげるのかっていうのを決めてあげなきゃいけないわけなんですけど、その あ実,これ実際にこれ分散ではなくて、まあ、次元、実は標準偏差の次元になっているんですけど、まあ、その値を的先ほど求めました、待気的敏感度にまあ比例するような形で、えー、これスケールパラメータといいますが、まあ、標準偏差みたいなものだと思ってください。標準偏差をスケールパラメータに比例する形で、えー、決定してあげます。それに加えて、このプライバシーバジェット、一部白んですね。 これは先ほど言っていた、まあまあのプライバシーのまあまあの部分を表現していて、この確率比を1に近いどのぐらいの値で抑えてあげるのかっていうのを、まあえー、決めている値ですで。このイプシロンが小さければ小さいほど強いプライバシーが達成できるし、大きければ大きいほど緩いプライバシーが達成されるということになります。で、このプライバシーの強さを表すパラメータを分母に入れてあげて、スケールパラメータを決定します。で、この こういうふうにして決定したスケールパラメータを使って計算した分布にからノイズをサンプリングして計算結果にこのノイズを加えてあげるって公開するということを行います。これがラプラスメカニズムですね。で、実際にこのラプラスメカニズムを使ってデータ公開をしてあげると え、イプシロン差分プライバシーを満たすことができるよっていうことが、まあ、比較的簡単に証明することができます。まあ、高校数学程度の式変形で、えっ、ー、と、終えますので、ぜひ、皆さんは、え、これちょっと後で見てみ、見ていただくといいと思うんですけど、まあ、こう、体機的敏感度さえ評価できれば、まあ、クエリが何であれ、えー、ラプラスメカニズムを使うことで、差分プライバシーが実現できるということが、まあ、この証明から言えることになります。